2023年秋冬のネイルトレンドのテーマはホープ。ベースを塗ります。続いてこちらをグラデーションにしていきます。まずは根元から293、根元からグラデーションになるように塗っていきます。続けて1番、シルバー系のオーロラのグリッターですね、こちらをさらにぼかします。続いてラメのボコボコ感を埋めるためにミキシングジェルを塗っていきます。続いて386のマゼンダを上から重ねていきます。そしてもう一度001番のグリッターを根元から重ねます。こうすることで奥行き感をさらに出しています。続いてこちらのトップをかけていきます。そして一度バフをかけます。エタノールで拭きます。続いてこちらのノンワイプアイシングジェルホワイトでハートを描いていきます。ここにミラーパウダーのゴールドをこすりつけます。続いてベースジェル、ミラーパウダーを定着させる意味とアイシングの立体感を埋めるために塗ります。最後にノンワイプトップジェルをかけて完成です。はい、こちらで完成です。カラーはこちらのラクシオの60番になります。一度塗りして硬化させましたら金箔をつけてください。中心部分につけるといいです。つけたら、全体にエフェクトというカラーを塗っていきます。こちらは、キラキラした、ゴールドのようなカラーなんですけれども、トップジェルとしても使えるものになります。こちらがラインフィルムですね。全部ペイントにしてしまうと時間がかかってしまいますので、レイヤーされている一番下の層はこちらのラインフィルムを使っていきます。台紙から、切らないように、丁寧に外していただいて、はい、そのまま未硬化ジェルを使用して貼り付けます。はい、押さえましたら2枚ですね。一番大きいサイズを2枚使いました。
そう、硬化させるまでは動かすことができますので、バランスを見ながら配置をしてください。端の部分はシザーでカットしてください。次に625番のこちらのクリアカラーを中心部分にのせていきます。塗るというよりは置くような感覚で、溜めるような感じで下唇にカラーをのせます。そうしましたらライナーブラシを使って、グラデーションになるように伸ばしていきます。筆を少し寝かせ気味にして叩くようにしてあげると、柔らかいテクスチャのジェルなので自然なグラデーションになっていきます。もう一つのお花も同じように行ってください。上にペイントを重ねていくんですが、その前にクリアでコーティングしてください。クリスタルクリアを使いました。ペイントはラインイットのホワイトですね。こちらのブラシを使って、描いていきます。ジェルの分量は少しでもしっかりかけますので、圧をかけながら描いてあげるとこのようにハケ跡がつきます。花びらと花びらの間に描くようにしていってください。硬化させましたら同じように花芯に、カラーを塗っていきます。でぼかすようにしていただいて、左右同じようにやっていきます。お花の中心の部分はこちらのラメットホロが入ったジェルで、華やかにしていきます。全体にクリスタルクリアでコーティングをしてフラットに仕上げたら完成です。ぜひサロンワークで活用してください。ありがとうございました。